今回の何やってんだよニュースなんですけども、なんとですね、アメリカでたこ焼きが人気でですね、ついにタコ養殖禁止法が成立してしまったというね。タコを養殖したらダメですよってどんな法律やと。さらにね、アメリカってタコをね食べない文化だと思ったんですけども、世界でタコの需要が増加してアメリカでもねたこ焼きが人気。この方ってなんかたこ焼き屋さんで有名な方じゃないですか。ガチンコにも出てたあの方ですよね、確かね。はい、じゃあちょっとニュースね、見てみましょうか。引っ張りだこの方ですよね、確かね。はい、あ、アメリカでもこうやってタコを食べてるみたいですよね。たこ焼きだね。養殖、尾道の百島っていうとこですか。タコの養殖禁止って別にいいじゃないかよと思うんですけどね。日本でタコを買えなくなってきてるという問題がありますと。日本の食文化そうですよ。日本、尾道とかね、それから枝島とかね、三原でしょ、あと下津井。タコは日本の本当ジャパニーズフードじゃないですか。タコのことを考える仲間のみんなにこの法案の是非を問いたい。お前の頭がタコだろうと思いますけどもね。なんでこんなもんが可決しちゃうの、カリフォルニア州議会。海の向こうで勝手に決めんなよ。なんだこれは、胸に手を当てて考えてみろ。欠席多いな。マスタングじゃないか。持続可能でないならとかね。何が持続可能だよ。養殖ってのは生産調整でしょ。養殖した方がいいに決まってるじゃん。タコを養殖して取りすぎないように育てていく。何なんだろうねえ、なんか納得できないな。納得できないよ、タコの養殖禁止とか。何が動物福祉だよ。誰が牛を殺してビーフ食べてんだよ。バイソンを根絶やしにしたのは誰なんだよ。動物虐待ってお前どうせ食ってんだろうかって。何が動物虐待だよお前。なんか妙な感じになってきましたね。タコは記憶力が良く人を見分けることもできます。なんでわかるんだよお前が。人を見分けないよ。何が高い知能だよ。人と気持ちを通わせるって、通わないよそんなもの。お前タコの気持ちが分かんのか。お前の気持ちをタコが知ってるのか。いやー、知性があるって言うんだったら知能テストを受けてもらえばいいじゃん。一問も正解しないよ。何言ってんだよ。おかしいですね。